にちは。こんにちは。こんにちは。今回はですね、はい、以前マックで最強の照り焼きバーガー作ったじゃないですか。ちょっと探してたらホットドッグにチーズをラクレットドロッとかけたやつがあったんですよ。なるほど。それをねちょっと今回やってみようと思ってモスに行って買ってきました。はい、今回はマックじゃなくモスに変わったと。はい、でそれに合うかなと思って別でこのモスバーガーとかロースカツとか照り焼きチキンとかなんかちょっと合いそうなやつを一緒に買ってきました。これなんだろう。これはポテトとオニオンリング。うわーうまそう。これにもかけても美味しいんじゃないかと。おお。というわけで取り出すたるはこのラクレットチーズ。まず溶かしましょう。これぶっかけ太郎ということやね。はい、そうですそうです。もうこれは何個目なんだろうね。3代目ですね。3代目ラクレットチーズ。オッケー。はい、じゃあこれでまず溶かしていきます。でも基本本当になんかただでさえうまいのにさらにうまくなりますからね。ねえ。つまみ食いした。落ちたらしょうがなかやね。ですよね。今手出した時落ちない。そうか、ハンバーガーも出しときましょう。なるほど。じゃあどれが食べたいか選びます。ロースカツ。ロースカツ食べたいですか。俺なんでもいいよ。あ、じゃあ手に取っておくよこれ。俺はもうホットドッグがもうあれ見た瞬間食いたかったから。なるほど。じゃあこのモスバーガーにかけようかな。じゃあ宗男さんはモスバーガーをモスチーズバーガーにするんですね。モスチーズバーガーに。俺はホットドッグをチーズドッグに変えてるね。見ますね。ああ、照り焼きチキンもうまそうやんこれ。思っとったのと違うとの出てきた。いただきまーす。おいしい。早い。待てい。うわー、チキンに変えよう。あ、変えた。キャンセル料の範囲よ。なんでなんでなんで500円。500円高っ。お、ポコポコなってきたぞ。なってきましたね。でもバーナーでするより本当この機械でする方が断然うまいもん。俺の手で平均的にしてやろう。断然とろーってなりますもんね。あ、俺これ全く同じ機械この間なんか見た。どこで？バーで。へえ。なんバーとかそんなおしゃれなとこ行ったわけ？行った。俺呼ばれてないけど。え？俺呼ばれてないけど。俺読んだですけど。福ちゃん読んだですか？読んだ。パーですか？パ？あ、パー4じゃない。パー4。読んだ。読んだ。なるほどね。そういうことがあるわけ。あ、もういいんじゃないですかこれは。おお、きつだった。これいいでしょ。出しますか。はい。出しますよ。うまそうね。お、真っ先に来た。いただきます。いくよ、倒すよ。はい。はい。はい。いやー、いだー。うまいやろ。うまいやろ。よいしょ。これはうまいでしょ。ね、こりゃ来たな。ああ。まずはこれチーズドッグですね。はい、すごいことになりましたよこれ。うまそう。うわー、もう食べていいんじゃない。もういやいやいや、もう食べたら硬くなっちゃうから。じゃあいただきます。いただきます。これいただきます。チーズドッグうまい。うまいやろ。そりゃもうそりゃうまいやろ。ありがとうございます。よかったですよ。よかったです。あ、もう溶けてきた。もうよかったやな。早い早い。うまっ。うまいやろね。それはうまいやろ。見た目がやばい。やばいこれは。唾液の便のもバカになった。バカな。唾液の便。唾液の便がもう。もう来てるじゃないですか。じゃあ宗男さんはモスバーガーをモスチーズバーガーに。はい。連絡しとったやつか。こっちにも倒れとですよ。倒れん倒れん。いけいけいけ。おなしやすおなしやす。あらー。うまし。あら外れた。よし。はい。うまそう。ごめんなさい。うまそう。もうこのままかけて。さあ宗男さん。このままいく。はい。食べてみてください。いただきます。わー、おわー、とろけるチーズですからね。おわー、贅沢。うまいやろ。いただきます。チーズバーガー。うまいですか。美味しくなかったですか。いや、これやばっ。怖い馬が。言うてよかろうか、言うてよかろう。普通のもちチーズよりこっちがスッとでしょ。だってかかっとりますもん。じゃあ次こっちオニオンリングに。はい、かかったね。かけんって言うてもあるよ。ソイが多い、一番よくこの人。嘘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 で。よっしゃ、徳ちゃんいけますよ。おい。よっしゃ、いけ。お願いします。よいしょ。おお。さあ。よし。すごい。うわ、すげえ量きた。ではいただきます。徳ちゃんの照り焼きチキン。照り焼きチキン。照り焼きチーズチキンバーガー。うわ、あっつ、うわ、もう舌からデラーン出て、うわ、うまい。ちょっと侮っとった。チーズでやっぱ強いですね。本当に。こんな激変するもんって怖いよね。チーズでさ、もうチーズの話しかせんくなるやろって実は思っててさ、違ったね。ちゃんと生かしてくれた。ただただ美味しくするね。ちょっとでもかけましょう。ここでかけよう。よっしゃ、いけ。よーし。よっしゃ。大体ポテトにかかってんのって粉チーズだよね。ですね。ラクレットかけましたね。よーし。じゃあこのポテトも食ってみましょうよ。いただきましょう。うわ、すごい。こんな真ん中を。真ん中をデローン。超合う。うまうま、これはやばい。うまい。これはやばい。おららららららら。ドラ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 。これはうまい。ドラドラ。ごめん。どこにポテトあったかな。どこにポテトあったかな。あー出たー。うわ最低。これやばいですね。ここまでチーズでトロトロなるとかっていう状態。チーズフォンデュですね、新手の。うまっ。上田さんもよいしょ。はい、よいし。オニオンリングにも合いますね。うまい。うまい。したらもうこれを心ゆくまで楽しみましょうかね、後で。堪能しましょう。前回やったマクドナルドから今回はモスになってチーズドッグだったりモスチーズにしてみました。はい。もう比べられんね。どっちが美味しいとかない。ラクレットがもううまい。ひどいもん。ひどい。エグかこいつマジ最強説あるね、とかまた他にいろいろ合いそうなやつを見つけて、はい、またやっていきましょう。やっていきましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。美味しかった。おい、これいつでも呼んでいただいて喜んできます。そうですね。ご視聴ありがとうございました。メインの釣りチャンネルはこちら、趣味のチャンネル釣りおかハウスはこちら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。